てね、協議開始です。トラックでは女子に引き続き男子の 800m 競走予選が行われます。予選は8組行われまして、各組の2着までと3着以下記録上位8名が準決勝に進出できます。県高校記録は2014年に市立船橋の前田蓮也君が出した1分48秒08、大会記録は2019年に鎌ヶ谷の金子美久君が出した1分50秒07です。主将選手はスタートした後にご紹介いたします。第1組まもなくスタートです。1組がスタートしました。主将選手は青森県平塚で1分53秒6という出場選手中トップの1人になります。